調子悪い。どこ行くんねんな。行かないよ。 そうそうそう、賢いね。ねんねやな。ねんね、ねんね。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 ねんね
心臓マッサージをしてほしかった。心臓マッサージをしてほしかった。1分でも1秒でも使ってほしかったというそういう思いはママに任せ。その後埼玉市は学校の対応について注意しました。教師たちは懸命の講習を受けていましたが、倒れたあすかさんを見て AED が必要なほど重大な事態だと判断できなかったと指摘しています。 倒れている人が意識、呼吸があるか分からなければ、これはAEDの電源を扱うこと。今、桐田さんは講演などを通じて AED の積極的な使用を呼びかけています。 桐田さんが伝えたいのは、迷った時こそ AED を使うこと。 確かに、私にとって使うよりも大切な人だよというふうに、 目の前で倒れた人は誰かにとっても何よりも大切な人です。